5.15事件5.15事件は1932年昭和7年5月15日に日本で起きた反乱事件。武装した海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に乱入し内閣総理大臣犬飼武氏を殺害した。大正時代に衆議院の第一党の党首が首相になるという牽政の上道が確立したことで当時の日本は 議会制民主主義が根付き始めたが、1929年、昭和4年の世界恐慌に橋を発した大不況により両党さんが相次いで社会不安が増していた。犬会政権は、金融出再禁止などの不況対策を行うことを公約に1932年、昭和7年2月の総選挙で大勝を収めたが、一方で満州事変を黙認し、 陸軍との関係も悪くなかった。しかし、1930年、昭和5年ロンドン海軍軍縮条約を締結した前総理、若月礼次郎に対し不満を持っていた海軍将校は若月襲撃の機会を狙っていた。1931年、昭和6年には関東軍の一部が満州事変を引き起こしたが、 政府はこれを収集できず、帰って引きずられる形だった。ところが、立憲民政党、民政党は、選挙で大敗、若月内閣は、退陣を余儀なくされた。これでことなきを得たかに思われたがそうではなかった。計画の中心人物だった、藤井一氏が、後を頼むという遺言を残して、中国で戦死し、この遺言を知った仲間が事件を起こすことになる。 この事件の計画立案、現場指揮をしたのは、海軍中尉、小賀清で死亡した藤井人氏とは同志的な関係を持っていた。事件は、血命団事件に続く昭和維新の第二弾として結行された。小賀は、昭和維新を唱える海軍青年将校たちを取りまとめるだけでなく、大川衆明らから資金と拳銃を引き出させた。農本主義者、立花のを口説いて、 主催する愛嬌塾の塾生たちを農民決死隊として組織させた。次期焦燥という陸軍側の予備役商員にした税を繰り返し説得して、後藤栄藩ら11名の陸軍主官候補生を引き込んだ。3月31日、小賀と中村義尾海軍中尉は土浦の下宿で落ち合い、第一次実行計画を策定した。計画は2点3点した後、 5月13日、土浦の料亭、山水閣で最終の計画が決定した。具体的な計画としては、参加者を4組に分け、5月15日午後5時30分を喫して、行動を開始、とし、これによって、東京を混乱させて、戒厳令を施行せざるを得ない状況に陥れ、その間に、軍閥内閣を樹立して、国家改造を行う、というものであった。 5月15日当日は日曜日で、銃殺された犬飼首相は、終日官邸にいた。第1組9人は、三上拓海軍中尉、黒岩勇海軍予備将尉、陸軍士官学校本科生の後藤栄藩、八木春を、石関久氏の5人を表門組、山岸博美軍中尉、村山覚の海軍将尉、陸軍士官学校本科生の篠原一之助、 野村三郎の4人を裏門組として2台の車に分乗して首相官邸に向かい午後5時27分頃官邸に侵入。表門組の三上は官邸の日本館の洋式客まで警備の田中五郎巡査を銃撃し重傷を負わせた田中五郎巡査は5月26日に死亡する。表門組と裏門組は日本館内で合流。三上は日本館の食堂で 犬飼首相を発見すると、直ちに拳銃を首相に向け引き金を引いたが、たまたま弾丸が装填されていなかったため、発射されなかった。三上は、首相の誘導で十五畳時期の和室の客間に移動する、途中に、大声で全員に、首相発見を知らせた。客間に入ると首相は床の間を背にして、テーブルに向かって座り、そこで首相の考えや、これからの日本のあり方などを聞かされようとしていた。 しかし一同起律のまま客間で首相を取り囲み、三上が首相といくつかの問答を押しているとき、山岸博が突然、問答無用、いて、いてと、大声で叫んだ。ちょうどその瞬間に遅れて客間に入ってきた、黒岩いが、山岸の声に応じて、犬飼首相の頭部左側を、銃撃、ついで三上も、頭部右側を銃撃し、犬飼首相に重傷を負わせた。すぐに、 山岸の引き上げの指示で九人は、日本館の玄関から外庭に出たが、そこに、平山や祖末巡査が木刀で立ち向かおうとしたため、黒岩と村山が一発ずつ、平山巡査を銃撃して負傷させ、官邸裏門から立ち去った。それでも、犬飼首相はしばらく息があり、すぐに駆けつけた女中のテルに、今の若い者をもう一度呼んで来い。 よく話して聞かせると強い口調で語ったというが、次第に衰弱し、深夜になって死亡した。首相官邸以外にも、内大臣官邸、立憲声優会本部、警視庁、変電所、三菱銀行などが襲撃されたが、被害は警備であった。第一組、第二組、第三組の、 計18人は午後6時10分までにそれぞれ、工事町の東京憲兵隊本部に駆け込み実施した。一方、警察では1万人を動員して、徹夜で東京の警戒に当たった。6月15日、資金と拳銃を提供したとして、大川周明が検挙された。7月24日、立花の孝三郎が、ハルビンの憲兵隊に自首して逮捕された。 9月18日、拳銃を提供したとして、本間健一郎が検挙された。11月5日には、遠山秀蔵が検挙された。後継首相の選定は難航した。従来は、内閣が倒れると、天皇から、元老の西恩寺金持ちに対して後継者推薦の加盟があり、西恩寺がこれに報道して、後継者が決まるという流れであったが、この時は西恩寺は、 沖津から上京し、牧野内大臣の勧めもあって、首相経験者の山本権兵衛、若月礼次郎、清浦慶吾、高橋惚歴よ、陸海軍長老の東郷平八郎海軍元帥上原雄作陸軍元帥水密院議長の倉富雄三郎などから意見を聴取した。詳細は、重臣会議を参照。当時、誰を首相にするかについては、様々な意見があった。 結局、西恩寺は、政党内閣を断念し、軍を抑えるために、元海軍大将で穏健な人格であった、斎藤実を次期首相として総選した。斎藤は、民政、政友両党の協力を要請、挙国一致内閣を組織する。西恩寺はこれは一時の弁法であり、事態が収まれば、憲政の常道に戻すことを考えていたらしいが、 ともかくもここに8年間続いた県政の上動の終了によって政権交代の圧政時は第二次大戦後まで復活することはなかった。事件に関与した海軍軍人は海軍警報の反乱罪の容疑で海軍に横須賀鎮府軍法会議で陸軍主官学校本科生は陸軍警報の反乱罪の容疑で陸軍軍法会議で民間人は爆発物取り締まり罰則違反。 刑法の殺人罪、殺人未遂罪の容疑で、東京地方裁判所でそれぞれ裁かれた。元陸軍主管候補生の池松武氏は、陸軍刑法の適用を受けないので、東京地方裁判所で裁判を受けた。当時の政党政治の腐敗に対する反感から、犯人の証拠たちに対する除名勘案運動が巻き起こり、将校たちへの判決は軽いものとなった。 このことが2.26事件の陸軍将校の反乱を後押ししたと言われ、2.26事件の反乱将校たちは投降後も両刑について非常に楽観視していたことが2.26将校の一人、磯部朝市の国中日記によって伺える。犬会首相の暗殺で有名な事件だが、首相官邸、立憲声優会、声優会本部、警視庁と共に、 牧野信明内大臣も襲撃対象とみなされた。しかし、君足の間の筆頭格で、事前の計画でも犬飼いに続く第二の標的とみなされていた牧野定営の襲撃は、なぜか中途半端なものに終わっている。松本清張は計画の指導者の一人だった、大川襲明と牧野の接点を指摘し、大川を通じて、政界人、特に、 森勤などが裏で糸を引いていたのでは、と推測している。だが、中谷武雄は、小賀から5.15事件の一切の計画や日時の決定は自分たち海軍青年将校同士の間で自主的に決定したもので、大川からは、金銭や拳銃の供与は受けたが、行動計画や結婚日時の決定には何らの命令も示唆も受けたことはないと、 大川の指導性を否定する証言を得ており、また中谷は大川と政党人との関係が希薄だったことを指摘し、森と大川に関わりはなかったと記述している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。